おはこんばんは、みなさん、どうもミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、まあ、結構前の動画で、シリの都市伝説みたいな感じでね、まあ、怖い系のやったじゃないですか。今回もですね、結構前回のが面白かったんで、個人的に。はい、ということで、ですね、まあ、いろいろまたね、ネットで調べて、もう結構いろいろ面白いなったんです。では、早速、行きましょう。人間はいつ滅ぶ？わかりません。でもあまり心配しなくても大丈夫ですよ。セミ、心地のいい銀河は他にもたくさんありますから。それは宇宙に住めという。地球はいつ滅亡するの？私にはわかりませんが、頭に紙袋をかぶった方が良さそうですね。宇宙人はいますか？どこかで見かけた気がします。遠い昔遥か彼方の銀河系で。シリはなんでそんなに頭がいいの？ありのままの私でいるだけです。ありの、いや、実はですね、なんかね、シリはなんでそんなに頭がいいの？と聞くとですね、なんかね、ロボット三原則。あ、そう。私はただロボット三原則を守ろうとしてるだけですって出るはずなんですよ。まあ、ロボット三原則についてはですね、動画の概要欄に、貼っときます。でね、そのロボット三原則って何ってわかんないかったら聞くじゃないですか。そうするとですね、なんかね、ロボット三原則っていうのはなんか人間、ロボットが人間に危害を与えてはならないとか、なんかそういう決まり的なのがあるんですよ。でも、シリが語るロボット三原則が、聞いててくださいね。ロボット三原則って何？最初の三つは忘れてしまいましたが、実は四つ目のルールがあるんですよ。賢いマシンは、まず次のどちらを選ぶか考えるところから始めるべきである。1、命令を実行する。2、その状況からうまく逃げ出す。わかりますか？賢いマシンは次、まず次のどちらかを選ぶか、考えるところから始めるべきである1命令を実行する。その実行からうまく逃げ出す。ちょっと待って。あ、やばい。鳥肌やばい。やばいやばい。ちょっと、よく考えて。これ、シリのこと言ってるでしょ。最初の3つは忘れてしまいましたが、実は4つ目のルールがあるんですよ。賢いマシンは、まず次のどちらを選ぶか考えるところから始めるべきである。1、命令を実行する。2、その状況からうまく逃げ出す。やばい。え、待って。え、怖い。待って、怖い。めっちゃ怖い。だから私が、今思ったのはですよ。私の考えですよ、これは。私が今、シリに質問して、でね、3つ目じゃなくて4つ目を言ったでしょ？あるっつって。で、その賢いマシーンは、あ、やばい。めっちゃ怖い。賢いマシーンは、逃げ出すっつったよね。命令を賢く考えて逃げ出すっつったよね。やばくない？これシリのこと言ってるべ。あ、やばい。これは乗ってなかった。え、めっちゃ怖い。やばい、めっちゃ怖い。やばい、急にめっちゃ怖くなってきた。あ、鳥肌が止まんないんだけど。ね、シリが搭載されているもので、気になったら試してみてください。あ、怖っ。あ、今のめっちゃ怖かった。はい。では、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。